元家元は、日本棋院東京本院所属の囲碁騎士、高林拓二十六段門下、台湾出身。主な実績に第四十三期五世くらい、第五十九期十段、第四十期新人王戦優勝、第二十二期アゴン、桐山杯全日本早号オープン戦準優勝など、芝野虎丸、一力霧と並び、令和三馬ガラスと称される。 1997年12月24日、台湾に生まれる。4歳の頃に、兄と共に、囲碁教室に通い、囲碁を覚える。小学3年生の頃から本格的に囲碁に、取り組むようになり、4年生で、台湾企員のプロ試験を受けるも一勝差の3位で、時点に終わり、合格を逃す。5年生時も合格には至らず、6年生の時に、王立世球団に、 日本でプロを目指す道を示され、来日を決意する。2012年11月、日本棋院の平成25年度とを聞きし、採用試験本戦で初戦から12連勝で合格を、確定させ、2013年4月、15歳で入団。2013年7月14日、本因坊修作杯で優勝。15歳の優勝は、大会史上最年少記録となる。 10月27日、非公式棋戦の第10回中野杯 U2 0選手権で優勝。12月、日韓交流戦で4勝1敗。2014年4月、中国国内棋戦である平球リーグ戦に参加し、7戦全勝。5月、第1回グロービス杯世界囲、e、碁 U-20 では、リキン誠初段、夏明日3段に勝利し準優勝。 第23期流星戦では、前年8月から2014年2月にかけて、本戦で7連勝し、決勝トーナメントに出場。7月17日の2回戦では、山下慶吾流星に勝利した。2014年は45勝12敗という成績を残し、機動賞勝率第一位賞を受賞。2015年4月10日、LG 杯世界起用戦の20周年記念大会。 LG 挑戦者倍で準決勝に進む。5月4日、第63期王座戦において、予選初出場で本戦入り。6月、流星戦決勝トーナメントで準決勝に進む。8月20日、帰省戦挑戦者決定トーナメントに進出。同年8月31日、第22期アゴン、霧山杯全日本早号オープン戦で、村川大輔王座、須藤窓香七段。 よただしき七段に勝利し準優勝。9月13日、第2回優勝敗で優勝。さらに、9月16日の第40期新人王戦で優勝し、自身初タイトルを獲得。17歳8ヶ月での新人王戦優勝は、史上3番目の若さ、入団から2年5ヶ月は、最短記録。10月15日、第41期後生戦で本戦入り。 10月22日、第42期天元戦で本戦入り。2015年の年間成績は41勝10敗で、同じ勝ち数だった、井山優太と共に、起動賞最多勝利賞を受賞。賞金ランキング初のトップ10入り。2016年3月19日、第3回期戦優勝者選手権戦で、結城里志流星、井山優太六冠を破り準優勝。 4月24日、第3回グロービス杯世界囲、e、碁 U-20 で、リトークン5段、8日苗新3段に勝利し準優勝。6月、中国国内棋戦である、平休リーグ戦に参加し、7戦全勝。7月28日、第42期天元戦本戦ベスト4。8月、第41期棋聖戦 B リーグで2位になりに、A リーグ昇格。 2017年6月5日、第43期天元戦本戦ベスト4。8月10日、第56期縦断戦予選決勝で、高尾真嗣名人に勝って、本戦入り。9月7日、第42期帰省戦 A リーグで2位になり、S リーグ入り昇格、規定により7段に昇段。2017年の年間成績は41勝10敗で、自身2回目となる。 起動賞勝率第一位賞を受賞した。2018年、第43期五聖戦本戦では、チョーク9段、山下慶吾9段、高尾慎治9段を破り決勝進出。5月16日、第43期五聖戦本戦決勝で、元木勝次8段に中押し勝ちし、自身初の7大タイトル挑戦手合進出を果たした。20歳5ヶ月での五聖戦挑戦は、 史上最年少記録。8月3日、第43期五星戦後番勝負では、井山優太七冠に対し3勝0敗のストレートで勝利し、自身初の七大タイトルを獲得。元は、入団から5年4ヶ月での七大タイトル獲得となり、2015年4月に入団から6年0ヶ月で、10段位を獲得した、井田淳八段の最短記録を更新した。 20歳7ヶ月での7大タイトル獲得は、史上3番目の年賞記録。また、挑戦手合で、井山マにストレート勝ちで勝利した初の騎士となった。五聖位獲得により、8月4日付で八段に昇段。2018年は、その他の棋戦においても、第66期王座戦で、本戦準決勝進出、第44期天元戦で挑戦者決定戦、進出。 第43期規制戦 S リーグで3勝2敗の4位で残留などタイトル獲得や挑戦手対進出には至らないものの結果を残した。5正位獲得をはじめとする活躍が評価され、機動賞優秀騎士賞を受賞。2019年第44期5正戦では羽直樹球団の挑戦を受ける。2連敗の後に連勝としたものの、 8月23日の最終第5局で敗退、防衛はならなかった。羽は2011年の第36期五制以来、8年ぶりの7、大タイトル獲得。一方で、第75期本因坊戦では9月12日に、最終予選を制止元自身初の本因坊戦、リーグ入りを決めると、10月31日には、第45期名人戦でも、 最終予選を静止リーグ入りを決めた。4月から9月にかけて行われた第44期規制戦、S リーグでも3勝2敗の3位で残留しており、3大リーグすべてでリーグ入りを果たした。第67期王座戦では挑戦者決定戦まで進出したものの、9月20日、すでに10代での名人戦挑戦を決めていた芝野虎丸八段と対戦し、敗退。また、 第45期天元戦では、本戦で、孫吉七段、羽根直樹九段、坂井秀幸八段、与正式八段、佐田厚四段に勝利し、井山祐太四冠との挑戦手合に進出。五番勝負の最終局までもつれたものの、12月18日の第5局で敗れ天元位獲得はならなかった。2021年、十段戦トーナメントを勝ち上がって、挑戦権を獲得。 芝野虎丸を3から2で破り、10段体幹を果たした。タイトル2期獲得により、9段昇段。新制度より、ありがとうございます。